いつも大変お世話になっております、楽天証券でチーフアナリストをしております、今中と申します。今回は新型コロナワクチンと治療薬、銘柄としては塩の義製薬、これを取り上げてみたいと思います。実はですね、3、4年前まで若干薬品株をやっておりました。しばらく休止してたわけなんですが、一度再開してみようと思った次第でございまして、今はちょうどこのホットな 話題ですね新型コロナのワクチンだけでなく治療薬がよく効く治療薬が出始めているということでありましてその中で塩の犠牲薬を取り上げてみたいと思いますこの動画ご評価いただけるようでしたらいいねそして登録の方をお願いできると幸いでございますまずですね今接種が進んでいる新型コロナワクチン メッセンジャー RNA ワクチンといいます、mRNA ワクチンですね。10月8日現在の接種率、これ1回目だけですけれども、ヨーロッパですでに60%から80%になっていると、これ、全人口に対して接種した人の比率であります。日本が73%、アメリカが64%ということです。1回目を接種した人の多くが2本目を接種しているという状態であります。 ご存知の通り、この mRNA ワクチン、えー、作っている会社がファイザーとモデルナ、この2社であります。感染予防効果、発症予防効果が非常に高いワクチンであります。で発症予防効果についてはいずれも90%以上ということでありますで。感染予防効果もかなり高いということです。 ファイザーについては、ですね、2回目接種後、感染予防効果が低下するという研究がありまして、そのため、3回目の接種を推奨し始めているということであります。このメッセンジャー RNA ワクチンというのが、どういう効き方をするか、学術用語で作用基準といいますで。この新型コロナウイルスですね、この表面に、トゲトゲとしたその突起の部分があります。 でこれがスパイクタンパク質というタイプ、タンパク質がそこにあるわけであります。でこのスパイクタンパク質、これ、キーワードでありますんで、覚えておいていただきたいと思います。で新型コロナウイルスが人の細胞内に侵入するときに、このウイルス表面に突き出ているそのスパイクタンパク質が、その人の細胞表面にある受容体といいますけど、ACE2、アンジオ転身変換酵素2といいます。 ここにです、ね、結合して細胞内に侵入して増殖を始めるというこういうメーカニズムになっておりますで。そこで、このメッセンジャー RNA ワクチンを接種するとどうなるかといいますと、この mRNA が注射部位の近くの細胞に取り込まれて、細胞内にリボソームという物質がありますが、ここがメッセンジャー RNA の情報を読み込みます。 そしてスパイクタンパク質を新たに作るということになります。そのスパイクタンパク質に対して、この新型コロナの害を防ぐ中和抗体が作られたり、T 細胞を介して、これ、免疫細胞といいますけれども、免疫が誘導されるということで、体が新型コロナウイルスに対する免疫を持つようになるという、こういうふうなメカニズムになっています。で、メッセンジャー RNA ワクチンの中には生きたウイルスは入っていません。 遺伝情報を体内に接種してもそれによって人間の遺伝情報は変わりませんそれからメッセンジャー RNA はあの接種後数日以内に分解されますで作られるスパイクタンパク質も接種後2週間以内でなくなると言われておりますこのためです、ね、メッセンジャー RNA ワクチン接種後1年以上経ってからの副反応は、まあ、基本的にはない,とないだろうというふうふに言われております これがですね、今、厚生労働省のホームページ、見ていただくと、必ず書いているところであります。アメリカにですね、CDC、まあ、これ、あのご存知の方も多いと思います、CDC というアメリカ疾病予防管理センターと。 お言いますけどもおこういう、えー、世界で最も権威のある保健衛生機関ですね、えー、感染症の専門機関であります。えー、こういう、まあ、役所があるわけであります。えー、ここでですね、ザワクチンアドバースイベントレポーティングシステムと、えー、VAERS というデータベースを運営しております。えー、どういうものかと言いますと、ワクチン,クチンをアメリカ国内で承認された、 承認して使われているワクチンをアメリカ人が使った場合に、えー、接種した場合、その後例えば死亡したり、あるいはあいろいろとその不具合のが起きたと、有害事象と言いますけれども、えー、そういう、例えば病気になりましたとか、頭痛がするとか、ですね発見するとか、えー、そういうことがあったときに、医者、あるいは医療機関、あるいはその患者の本人が、えー、申告できるようなオンラインのシステムがあるわけであります。 これでですね実はあのアメリカでそのワクチン接種を例えば死亡した人がどういうふうな、ど,どこで死んだとか、ですねあるいは有害事象、頭痛になっている人がどういうふうにいるのかとか、ですねあるいは、各々のワクチンごとに死亡者というのはどの程度違うのか、そういうことが見て取れるわけであります。でこの VARS のデータベースというのが外部の人間にも公開されていると。 ということであります後でグラフをお見せしますけども実は2021年に入ってこのワクチン接種後に死亡する人が急増しております、えー、急増の程度は相当大きいですで、これに対して、えー、実は VAERS だけでは因果関係はわかりませんもう一つですね VSP というシステムがあります、ワクチンセーフティーデータリンクというシステムがありまして、アメリカで、えー、かなり限られた範囲なんですけれども、この因果関係を特定するための病院の組織があるわけですね、これはあもちろん CDC とか、こういう公衆衛生機関が入って、えー、構築しているわけですけれども、そこで調べた結果は、あメッセンジャー RNA とこの死亡者の急増とは因果関係はないと。まあ あるいは分からないということとでありますえ分からないというのは、この BAERS に載っている死亡者の数というのはです、ねえー、因果関係がある、あるいは不明という状態の数でありまして、因果関係がないと分かった時点で削除されます。まあ、かなり多くの人が、実はワクチン接種後に死ぬ事態になっておりますので、分からないものを多分多いだろうということであります。 実はですね、なんでそういうふうになっているのかということなんですが、この,あのワクチンを打った後の因果関係というのは非常に分かりにくいものでありまして、まあ、おそらく検視解剖をして、各臓器の病理検査をやらないと分かりません。実はそれをやった論文が、私が知る限り1本あります。でアメリカの,あ,のある医学誌がですね4月に出した論文であります。 でファイザー製のワクチンを1回接種した後に死亡した患者の検視広告を元にした論文でありますが、えー、その患者は実は新型コロナに感染した症状はなかったんですけども、死後、各臓器を調べると、ウイルスの RNA とスパイクタンパク質が見つかったと、えー、本来、この RNA とあのスパイクタンパク質というのは消えてなくなるはずなんですが、それが各臓器で見つかったということであります。 要するに、どうも亡くなった人の体の中を調べてみると、このメッセンジャー RNA のワクチンの採用基準とは違っているんじゃないかというふうな論文ですね、これ、あくまでもこの検出広告をもとにした一本の論文ですね、これが亡くなってからすべてに適用されるかどうか、これは分かりません、その人だけの問題かもしれません、ただ、こういった論文が出ているということであります。で、まあ あのこ,ういうこの、ね、VRS について書かれた記事とかブログはあるんですが、えー、検索する場合は Bing、それから DuckDuckGo というあの、これ、Google 系の検索ではヒットしませんので、そこを見ていただくといいと思います。あと、動画もあるんですけども、ニコニコ動画しかあ今、置かれてませんので、えー、そういうものを見ていただくといいと思いますが、えー、実はこういうふうにですね、えー ワクチン接種後の死亡者数というのがアメリカで急増しているわけであります。これはあの VAERS このこに書いているこのザワクチンアドバンスイベントレポートインシステムこれをですねこのままコピーしていただいて検索していただくとそのシステムが出てきます。まあ、ちょっととつきにくいシステムではあるんですけども英語ですんで。 あの普通に操作できて、この数字が出てくるようになっております。で基本的にですねワクチンというのは、人死なないようになっていますあの、予防薬ですから、えー、死んじゃいかんわけですね、えー、なんで、えー、これだけ増えるというのは、一体なぜなのかということ、えー、これが問題になるんですがけれども、要するに CDC は因果関係ないと、あるいはわからない、だからワクチンは大丈夫なんだというような、どうも論理なんですが。 これですね、あのー、私がここで申し上げたいのは、これはあくまで投資のレポートでありますので、投資を考えるときに、じゃあどう対処すべきなのかということです、さすがにここまで,です、ね、数字が大きくなるとういうことになると、やっぱり投資を考えるときには、そのメッセンジャー RNA のワクチンには、ある程度のこれ、リスクというのはあるんじゃないかとこういうふうに考えていくのが、まっ当なんではないかなというふうに思っております。 でちなみに直近までのです、ね、この VARS から、えー、取ってみると、ですねやはりこれ、各メーカーごとにどの程度死亡者、あるいは有害事象が出たのか、それからアメリカ国内でどの程度出て、海外を含むとどの程度出てる,出てるのか分かるんですが、例えば海外を含む投与後の死亡者数を見ると、ファイザー・ビオンテックがかなり多い。 でモデルナはこれ、接種数が多分少ないのはあるんでしょうけども、それよりは少ないんですけども、ただ、ワクチンとして見たときにです、ね、やっぱり結構大きいわけです。あのその他のワクチン、これ、重複形状になってますんで、先ほどお見せしたグラフの数字とは違った数字にはなってるんですが、それでも、ですねそれ以外のワクチン、ファイザー、モデルナ、ヤンセンですね、J&J ですね、これ以外のワクチンと比べてみると、やはり、 死者の数と死亡者の数というのがわかるということでありますそれから有害事象もですねやはりそれ以外のワクチンと比べても明らかに多いということです でさらに、ですねこの死亡者の数というのが必ずしも減ってないわけであります。要するに2本目を打ったとか、あるいはこれまで打ってなかった人が、まあ、アメリカでそういう人たちを解雇する動きが企業の間で出てますんで、打ち始めたということも多分あるんでしょうけども、これ、9月の数字はですね24日までですんで。 えー、月末までの数字になると、多分もっと上になると,とは思うんですが、まあ、国内でもですね海外を含んでも、ですね、えー、必ずしも急に減っているわけではないということです。まあ、これはですねあのワクチンの接種がどん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 進んで、えー、増加分が減っていくに従って、多分減っていくとは思うんですが、仮にこのワクチンの効きがまた鈍くなって、3回目を打つ、4回目を打つ。 そういうことになるとまた増えていくかもしれないということでありますまあ、こういったことなんですけども実はここで重要なポイントがありましてですね治療薬これに目を向ける動きこれがやっぱりあるわけであります で10月1日にアメリカのメルク、これが非常に優秀な治療薬の臨床試験の結果を公表しております。で重症化リスクが50%低下するということでありますけれども、そういった治療薬が実際にできますと、この治療薬というのは経口です、口から飲めるということなんですが、大体そのどの国でもです、ね、その新型コロナにかかる 人たちといいうのはは無症状かあるいは軽症の人が圧倒的に多いわけであります軽症の時に飲んでそのまま治るということになるわけでしたら、これはですね、実はもしこのメッセンジャー RNA のワクチンがリスクがあるということにもしなるんであれば、例えば1本とか2本で済ませておいて、あとは治療薬を飲むと、そういうふうなその複合的な対策というのを、 取れるるよううにななでではいいかということこあります私自身はです、ね、ワクチンはあのはっきり言って必要だと思っているものでございましてそれゆえにこのもしメッセンジャー RNA のワクチンにリスクがあるということであれば。 他のワクチンというのはどういうものがあるのかまあ、これもやはり気になるわけであります、えー、要するにですね、これまでの新型コロナの対策というのはメッセンジャー RNA ワクチンこれ1本であったわけであります、えー、これはもう仕方がないわけでありましてそれしかなかったわけでありますからまあ少々リスクがあったとしてもですね、目をつぶるしかないという事情はあっただろうと思うんですが ところが治療薬の開発が進んできたとそれも蛍光を口で飲む大変摂取しやすいものになっているそれも臨床試験の段階では結構効果があるということになりますとワクチンと二本立てでいくこういう風うな戦略というのはやはりありだろうということでありますそれからワクチンにしてもメッセンジャー RNA のやはり弱点というのは効果は非常に高いんですがおそらく 安全性の面にあるのではないかということです。まあ、先ほどのですねデータベースこれも誰もが見てるわけであります。日本では日本でも海外でもその大手のメディアはどこもこれを報道しませんし、ブログも普通の検索システムではヒットしません。ただ例えば機関投資家さんはこれ把握していると思いますし、もちろん製薬メーカーは把握しているわけですね。業界の人たちは把握していると。 ということになりますと、やはりこのメッセンジャー RNA のワクチンの1つの弱点、あるいはファイザー、モデルナのワクチンの弱点というのは、多分安全性ではないか、あるいは副反応が非常に強いということではないかということになりますと、その弱点を克服したワクチンが登場すると、ですね売れると、まあ、例えば治療薬と一緒に合わせて売れるということになるのではないかなと。 いうことです実はですねこの新型コロナのワクチンの市場規模、ですねかなり大きくなっております。日本、アメリカ、ヨーロッパでおそらく6億人、7億人、そのくらいは総市場であるだろうと思います。これ、ですねヨーロッパもアメリカも大体目標接種率7割から8割ということになっておりますので、日本もそのくらいというふうにしますと、やはり人口的にはやはり6億、7億と。 いうような人口になっておりますので、やはりかなり大きな市場ということになりますので、やはり参入し来るワクチンメーカーは多くなるだろうと思います。でまあ、ちなみに日系メーカーで言いますと、塩野義、それから第一三共、それからアンジャスですね、あと三菱ケミカルホールディングス傘下の三菱田辺製薬、まあ、こういったところが各種の タイプのワクチンを開発するということになるわけであります。まああの先ほど申し上げたですね治療薬アメリカのメルクのモルヌピラビルという治療薬でありますが、まあこれが結構注目されているということであります。まああのこういうふうなところに注目が集まりますとですね、やはり治療薬全体にもあの注目が集まると。 ということになりますので、そういった治療薬を作っているメーカーにも注目が集まってくるというふうに考えていいんではないかと思います。そこで塩野義製薬に入りたいと思うんですが、塩野義製薬の場合、ですねこの新型コロナの早期収束に向けた5段階の取り組みというのを発表しております。まず流行を予測する それから予防する、ここがワクチンでありまして、遺伝子組み換えタンパクワクチン、S268019 というものを今開発中であります。それから診断ですね、診断キットを開発しているということ、そして治療です。 これが新規の抗ウイルス薬 S217622 ということになりますあと重症化抑制ということですここではですね、このワクチンと抗ウイルス薬この2つを見ていきたいと思いますやはりこの2つが今後の塩野木の業績を変えていくそういう可能性があるのではないかなと思います はい、えまず、新規の抗ウイルス薬、S217622 であります、経口薬であります、口から飲めるものでありますので、外来でえ十分対応できるということであります、ですので、無症状や軽症の場合、別に入院する必要はない、薬を飲んで家で療養すればいいとういうことです。あの塩野義製薬というのはです、ね、もともとこういった抗ウイルス薬が得意な会社でありますのでえ、開発者の多くをここに今、投入しております。 作用基準、どういうものかというとウイルスが細胞内に侵入してきたその後の増殖サイクルにプロテアーゼ、それからポリメラーゼという2つの酵素が大きな役割を果たしています。 でこの S217622 はプロテアーゼを抑える働きをします。でプロテアーゼを抑えることで、新型コロナのいずれの株に対しても同じように効くことが想定されます。それはなぜかというと、変異株で変異するのはスパイクタンパク質であって、えー、プロテアーゼに変異は起きていないということであります。で今年の7月からフェーズ1に入りました。 9月27日からフェーズ2、3に入っております。結構いい成績が出ておりまして、このフェーズ2、3が終わりましたら、この試験をもって年内に国内で申請をしたいという意向であります。 で順調に進みますと、国内での販売開始は22年1、3月期ですね、来年の1、3月になる見込みであります。でもちろんグローバルも目指していますので、グローバル試験も今、準備中ということです。これ、うまくいきますと、ですね来期2023年3月期の業績に寄与する可能性がございます。それから新型コロナワクチンの S268019 であります。 遺伝子組み換えタンパクワクチンというものでありまして、ウイルスのタンパク質、抗原ですね、これを遺伝子組み換え技術で作成して、人に投与するということです。実はこれは全く新しいものでありません。過去に実績があるものであります。で、実はあまり進捗がうまくはいっておりません。昨年12月から、12月からですね、フェーズ1、2をやってるんですが、うまくいかないと。 ということでアジュバントという物質がありますが、それと抗原との組み合わせを変えて、巻き直しということで、8月から再びフェーズ1、2試験を開始しました、そこが今、うまくいっているようでありまして、今年10月下旬にフェーズ2、3試験に移るという予定であります。 でその後フェーズ3でいくつか試験を設けておりまして、まあ、これいずれもグローバル試験であります。試験の終了、ちょっと遅くなりますが、23年になってからになる予定であります。これはまあ今のところということです。まあ、途中でですねいい成績が出れば、またちょっとスケジュール変更するかもしれませんが、まあ、そのし塩野義の戦略としては、ですねまず治療薬を出して、治療に役立てようということと、 やはりこの新型コロナワクチンですね、遺伝子組み換えたタンパクくワクチン、これを出して、ですねやはり中長期でこの新型コロナに通、ね、り込んでいこうと、そういうことであります。でちなみに、ですねこの遺伝子組み換えたタンパクくワクチンというのは、過去に実績がありますので、 長期的な健康被害の可能性はおそらくないだろうということです。一方ですね、そのメッセンジャー RNA を使った場合は、これ全くの新薬でありますので、実は。 あの作用基準の上ではあ、長期的な被害というのはないというふうに言われてるんですが、そこはやはり人間の体であります、臨床試験は1年未満ですし、まだ本格接種してから1年も経っておりません、ですね、今後数年後のことは、数年経ってみないと、本当のところは分からないということですので、安全性ということでいうと、この遺伝子組み換えタンパク質ワクチンの方が安全性は高いんではないかと、まあ、そういう可能性はあるだろうと思います。 業績はです、ね、実はそうよくありません、主力薬がそうパッとしないということでありますし、また研究開発費や販売費もかかっているということでありまして、2022年3月の1月、第1四半期ですね、4、6月期は減収減益ということになっております。目立った新薬というのが、国内向けですと、このサインバルタ、これ、新型の抗うつ剤ですが。 まあこれがある程度まとまった売り上げになっているということであります。で、この会社の主力商品というのがですね、この海外向けの下のロイヤリティ収入ですね。HIV、HIV フランチャイズと言いまして、この HIV 治療薬のロイヤリティ収入であります。これが過去塩野義の牽引薬であったんですが、これが今実質ベースまあ横ばい。 イギリスに向けてますんで、ポンドベースでは、あの円ベースでは減収になってしまうということであります。まあ、こういうところがあるんで、実は新規の新型コロナワクチン、それから新型コロナ治療薬、ここに結構期待がかかってくるということであります。 業績予想ですけども、今期の会社予想、これもまた現役予想であります。来期はですね、このうまくいきますと来年の1、3月期に治療新型コロナの治療薬が上試されるということでありますので、これがやはり評価されますと来期の業績には。 寄与してくるという,ふうに思われますでワクチンの方は、このままいきますと23年に試験が終わるということで、その後承認されて上司ということになりますと、ちょっと時間はかかりますけども、24年3月期、あるいは25年3月期に業績寄与が発生するということです。まあ、やはりこの新型コロナの関連が、塩野義にとってやはり重要なポイントになってくるということであります。 はい、今後6ヶ月から12ヶ月間の目標株価、9400円としたいと思います。リスクは確かにあります、これ、新薬の開発ですから、当然リスクはあるんですが、中長期で投資見込み感じております。はい、今回は、新型コロナと、新型コロナワクチン、そして治療薬のお話と、塩野義製薬について取り上げました。 この動画ご評価いただけるようでしたらいいねそして登録の方をお願いできると幸いでございます今回はご静聴ありがとうございました